山崎へ、山崎ジャンパー、これを決めてきました。テンバースはなんとかパーカーへ、バロン、もう一度パーカー、パーカー決めた。なんか狭い中で、今は山崎の前が日系になっている。バロン、パーカーへ、ミスマッチ。この辺は上手いですよね。菅原対安藤、菅原やり返しました。 N1、 菅原選手出場時間増えてますんでね、はい、自分でやれるっていう手応えは少しずつ感じてるとは思うんですよね。センバース、ここはウィリアムス、あ、ボールは群馬です。センバーススリーポイント、これは菅原、菅原、今度は行った、ここはディフェンスを切って行きました、はい、これを見てタイムアウトは島根です、はい、ね、ターンオーバーしたりとか、ちょっと菅原選手リズム良くなかったんで、ここから巻き返さなきゃいけないですね、はい、トラビスがピックに来て金丸、おっと、ブロックした、守りました。テンバース、このテンバースが行ってフィニッシュまで行った、うん、行ましたね。ボールは群馬、ここもこれハードショーして送らせてますよね。スリーポイント、素晴らしく決めた、しましたけどね。オフェンスは美しいセットプレーコンテストではないんですけれども、あ、バロン決めた、スリーポイント、ショットクロックが2秒、菅原落ちて、八村、八村、野本が拾って、野本が決めた、これか、はい、なるほど、アイソレーションで行った方がいいんじゃないですかね。杉本、うわ、野本に通して、ちょっと難しかったですけどね、スリーポイント、あ、これでいいですよ、杉本選手、はい、まあ、まあ、杉本選手はね、うん、ようやく本来のシュート力を発揮する機会できましたし、まあ、自分で仕掛けて、はい、杉本へ、杉本ベースラインドライブ決めた、あ、彼の得点センスが出始めましたね、そうですね、フィニッシュもできますし、クリエイチームメイトにクリエイトもできる選手ですからね。